ホームページを開いた瞬間、本来のブラウザ以外に表示される小さな広告。普段は誰もが見向きもしない。絶対に消してはいけないと言われている広告がある。そんな噂聞いたことがありますか？ないです。ここにいるよ。この噂を聞いたのは放課後の教室でのことだった。最近インターネットにハマっている時そんなやついんのか。最近ハマりだしたやつって。今の人ってみんなもう生まれた時からインターネットにハマってる感じのゲームやろか。こんな噂を知ってるか。なんでもインターネットをしてる時に出てくるポップアップ広告の中に絶対に消してはいけないと言われている広告があるらしいぜ。大抵のブラウザだともうポップアップはブロックされるはずなんだけどね。え？絶対に消してはいけないってどういう意味なんだ？金でも取られるのかよ。その程度の広告ならまだ可愛いもんさ。噂によるとその広告を消してしまうと殺されるらしい。誰にだよ。笑。俺は思わず笑ってしまった。殺されるんだよ。お前はそういう出どころのわからない噂話好きだね。その噂を流したやつは今頃どっかで喜んでるよ。まあまあ最後まで聞けって。お前はテキストトゥスピーチって知ってるよな。知らねえよ。ああ、知ってんのかよ。入力した文字をコンピューターが喋ってくれるやつだろ。ああ。それ。噂の広告は、そのテキストトゥスピーチの無機質な声が出るんだってさ。で、その言葉というのが広告に唯一載っている言葉。あなたは好きですか？と、それだけを喋り、何の広告かよくわからないらしい。しかもその広告というのが明らかにおかしな広告で、どこにもリンクされてないっていうからますます不思議だもんさ。そうなんだな。面白そうだろ。そいつは目を輝かせながら生き生きと話し続けた。死ぬなこいつ。この話を俺が初めて聞いたときに、今度の小説のネタに使おうと思ったわけよ。小説家になりたいんだ。で、その広告を一目見ようと最近ずっと探してるんだけど、なかなか出くわさなくてね。お前な、いろいろ言いたいことがあったが、さすがに呆れてしまってこれ以上言うことをやめた。いや、言えよ。わかった。じゃあ今日は俺も暇だし、家でインターネットすると思うから、その時にその広告を一緒に探してやるよ。外はもう夕暮れ時。街中が赤と黒のコントラストによって映し出された。おお、さすが我が親友。発見したらぜひ電話でもかけてくれ。そう言うと手を振りながら足早に帰っていった。現金なやつ。俺もお腹が空いてきたので早く帰ることにした。あ、早い。両親はまだ帰ってきてない。俺は用意されていた冷めたおにぎりを頬張りながらインターネットに接続した。電子レンジないのかな。そしてエロサイトを見始めた。あ、違うか。おお、いっぱいあるある。エロサイトか。最初は検索サイトを使ったりして、いろいろその情報を探してみた。しかしどれも友達が言ってた以上の情報もなく、淡々と時間だけが過ぎていった。エロサイト見てるとそうなるよね。あんまりやめといて。それ以外の音は一切鳴り響かない空虚な部屋。性を感じないこの部屋で自分の欲望を満たしてくれるものは目の前の機械だけであった。
何時間経ったのだろう。もともと信じていなかったということもあり、途中からは自分のお気に入りのサイトを見て楽しみ、噂のことなんかすっかり忘れていた。楽しい。切り開く無機質な声。あまりの不意地のことに驚愕してしまった。出やがった。そのポップアップ広告には噂通りの真っ赤な光景にただ一言、あなたは好きですかと書いてあるだけだった。しかしよく聞き取れなかったが、あなたはと好きですかの間に何かを言ってたような気がする。しかもこの広告をよく見ると、何か黒い線が縦に一本引かれている。これは何だろう。とりあえず友達に電話してみよう。出ない。いくら待っても出ない。いや、彼も多分エロサイト見てちょっと忙しいんだと思うよ。おいおい、ルスケよ、普段いるのにおかしいな。いや、コンビニ行ってるかもしんないじゃん。いやそれにしても本当にリンクされてないな。パソコン消そうよ。業者の広告というより誰かのいたずらじゃないのかな。ウイルスかもしれないから消そうって。そうだ、その時この広告についての一番の噂を思い出した。この広告を消すと殺される。本当なのか。いや、消すなよ。嫌な妄想が頭を巡り、鳥肌を立たせる。なわけないか。どうせ誰かの噂をもとにいたずらで作ったんだろう。まず噂ありきで作られてるというのはよく聞く話だ。じゃあ消したらどうなるんだろう。さすがに殺すまではできないだろう。いや、わかんないよ。やって、バカなの、やってみるかじゃねえよ。変な好奇心が生まれ、自分が自分でなくなるような感じがした。正確な判断を取れているのだろうか。いや、大丈夫だ、どうせいたずらなんだから。いや、すげえ緊張してんじゃねえかよ。いや、消すなよ、だったら。消すの、消しちゃうんだ。早く消せよ。あなたは好きですか。うん、なのかな。プハ、笑ってんの。俺は爆笑した。消したら殺されるというより消しても出てくる。つまり殺されることはないが消すこともできない。そういう仕掛けか。やはりいたずらだったんだ。さっきまでの緊張がほぐれ、急にその無機質な声が滑稽に思え、何度も何度も消してやった。何回も消すなよ。なんだ、左の文字がずれて文字が出てきている。赤。あなたはもうクリックしてないぞ。あなたは何だここは。どうやら別なサイトに飛んでったみたいだ。うげ、これって全部人の名前か。いや、どう見てもそうだろ。それにしても気味が悪いな。何の名前なんだ。あ、友達の名前が一番最後にある。何なんだ一体。何でもいい、パソコンを早く止めよう。すぐ、やばい。あ、誰、コンセント抜いても強制終了。何がいるんだ。俺の後ろに何かがいる。早くこの場に出して。助けて。やだー。ねえ、朝のニュース見た？何かあったのか？昨日隣のクラスの男子生徒2名が自殺したんだって。マジかよ。しかも2人とも動脈を切って死んだみたいで、部屋中が血で真っ赤になってたらしいよ。
終わりか。あなたは好きですか？死ね死ね、はあ、いや皆さんには見えるかわからないですけど、あ、ちょっと、はい、出てきました。消してしまった PDR さんは多分これで死にます。そこまで怖くなかったですね。最後のポップアップが出てきたのちょっとびっくりしましたけど、まあちょっとがっかりしました。